こんにちは、たるきです。今からパターを使ったアプローチをやってみたいと思います。ラフからのアプローチですね。まずボール実況検証というでしょうか。ボールがだいたい半分、もうちょいラフの深いところを使いましょうか。半分からどうでしょう。こういうとこ入ると半分沈んでないぐらいですかね。ボールは、半分沈んでるか半分沈んでないかぐらいのところからのパターを使ったアプローチをしてみたいと思います。使用させていただくボールは、こちらの練習場でお借りしている練習ボール、コースボールを使います。ちょっと、メーカーとかその種類を揃えてないんで、若干出玉の高さは違うと思いますが、その辺はすいません、ご容赦ください。で、距離ちょっと測ってみます。まずラフの距離を測りますね。1、2、3、4歩、ボールからラフ、カラーまで4歩です。で、カラーの距離を測ります。カラーが1、2歩、ここまで6歩で、1、2、3、4、5、6、7、もうちょい行きましょうか。8、9、10、ではカラーから10歩、ボールから4歩2歩10歩で、ここ約16歩をパターを使ってやってみたいと思います。どうなるんでしょうか。では準備していきます。打ち方は少しボールを鋭角に潰すように打ってみます。ちょっと受けてて落としどころはですね、落としどころというのは、キャリーがちょっと出ると思うんですが、カラーとラフの間、だいたいこの辺りに落ちれば、今刺した辺りのところに落として転がすイメージです。やってみます。もう一発打ってみますね。はい、もう一発打ってみます。ちょっと右に出ましたね。ちょっと浮いた分右に出ましたかね。いきます、もう一つ打ってみます。パターを使っても問題ないと思います。少し違う距離もやってみたいと思います。先ほどより少しラフ深めになってますね。ちょっと距離測ってみましょう。ボールから先ほどがカラーまで4歩、今度はカラーまで何歩でしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10歩ですね。どうなんですかね、これ。ちょっとこの距離は私やったことがない距離ですね。うまく打てるんですかね。ちょっと不安です。ではちょっと準備してみましょう。できるかどうかやってみます。ちょっと手前に行きました。乗るには乗ったんですけど、思ったよりキャリーが出なかったですね。次もう一発打ってみます。これ面白い実験ですね。この行きます。的までだいたい3歩ぐらいのとこまでは打てましたね。あれならまあ次はちょっともうちょい方向良くしたいですね。いきます。もうショットになってきますね。これは上手にできました。これはグッドですね。もうショットの要領になってきますね。パターじゃなくて、いきます。
これ負けましたね。おお、負けたと思ったんですけど伸びました。ちょっと計測してみましょう。どういう感じになったんでしょうか。一番最初に打ったのは乗っただけですね。これで1、2、3、4、5、7、だいたい8歩、まあ、乗っただけ。アプローチのミスとは言いませんけど、まあ、うまくいってないかなっていう感じでしょうかね。これぐらいならいいんじゃないですか。1歩、2歩、だいたい2歩から3歩ぐらいに収まってますね。このボールでだいたい1歩ぐらいです。意外とパターを使っても問題ないかもしれませんね。だこういう検証は楽しいのでどんどんちょっとやっていきましょう。どんな深めのラフがあればまたそれちょっと探してやってみても楽しいと思いますね。練習場ぐるぐる回ってた。いいとこ見つけました。これ多分一番難しいですよ。このバンカーみたいな砂になってるところ、フェアグラウンドですね。これはボールが埋まるんで距離感ちょっと苦労すると思います。これ多分サンドで打ったらちゃっくりというかパフンというか、多分その辺に一回途中下車をすると思いますね。だいたい上手い人でもこれパフン、上手い人ほど多分これ転がします。ちょっと距離測ってやってみましょう。これもしセカンドショットここに打ったら、うん、かなりハードになります。ちょっと距離測ってみましょう。ここからですね、あのカラーまで距離は1、2、3、4、6、7、カラーが1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと分かりづらいので10歩に動かします。9と少し一度サンドウェッジ使ってどうなるか打ってみましょう。では一度あの砂のライをパターの前にサンドウェッジで打ってみたいと思います。サンドウェッジです。皆さんあのアプローチするときよく使われると思います。7歩カラーぐらいのところに落としてパーを取れるような意識でやってみたいと思いますが、ざっくりする確率は高いと思います。ではやってみます。カラーのところまで7歩ぐらいですからね、行ってみます。ちょっと素振りしてみますが、バンカーのような砂ですね。低めの球で寄せてみます。あれうまいこと当たってあれですね、乗らないですね。これが多分現実だと思います。バンカーショットした方がいいかもしれないですね。ちょっと大きくやってみます。飛びましたね。もう一発行ってみます。これバンカーショットのように行ってみました。すごい、バンカーショットのように打つと向こうに2発、低い球でちょっと転がり意識するとちょうどカラーに止まりました。どちらも頑張って上手には打ってるんですけど、ちょっといい結果になってないようですね。じゃあちょっと一度ボールを拾ってきてパターやってみたいと思います。では次はパターでやってみます。グリーン面に乗ってできるだけ近くには寄せたいと思ってます。少しフックラインなので右目に打ち出していきたいですね。
ぶっつけ本番です。いきます。ちょっとカラーまで行きましたね。慣れたら使えそうですね。この辺に置きましょうか。下りのラインなんで、これもちょっと強めですね。ちょっと距離感が合ってないようですね。もうちょい手前からでいいんですね。思ったより走ります。これ強いですね。次に行ってみます。4つとも落ちてから加速していってますね。もうちょい手前に今度はやってみます。もうちょい手前からですね。もう一回やってみます。すごく軽い感じでいいんですね。はい、全然飛ばす必要ないです。これフェース面をボールに軽くポンと当ててあげればいいんで、大きく振る必要もありません。あれでも飛びましたね。軽いですよ、普通のパターと一緒。ここに当たりました。アウチ。一発いきます。これはバラバラですね。入りましたね。もう一回やってみましょう。意外と飛ばさなくていいっていうのがポイントですよね。ちょっと取るとこ変えてみましょうか。ボールが見えない。あ、ここですね。見えます？見えづらいですね。これです。やってみましょう。ちょうどこのカメラの下ぐらいを通っていきますから。いい感じです。これ1メートルぐらいに寄ってます。木の根っこに当たりました。いい感じ。はい、ご視聴いただきありがとうございます。いかがでしたか。パターを使ったアプローチ、ラフからも下が砂のベアグラウンドからも打つことは可能でした。ぜひ皆さんのアプローチするときのクラブの選択肢の一つにパターを選んでみてもよろしいかと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメントをいただけるとですね、やる気になります。よろしくお願いいたします。